フアン・デフランデスは初期フランドル派の画家。1496年から1519年までスペインを中心に活動した。デフランデスの本名は伝わっていないが、その作品の裏面にジュアン・アストラットという名があり、ここからヤン・ファンデル・スタートのような名前ではないかと推測されている。また、1480年にヘントでマスターの資格を得た。 ヤン・ソラルトという画家もデ・フランデスではないかと考えられている。先例者、ヨハネの首を持つサロメ、1496年、ゴロデ・フランデスは1460年頃に、フランドルに生まれた。ヨースファン・ワッセンホフや、フーゴー・ファン・デル・グースら、当時フランドルのヘントで活動していた画家たちの、作風とデ・フランデスの作風がよく似ているために、 ヘントのすぐ近くで修行を積んでいたとされる。デフランデスの記録はカスティーリャ城をイサベル一世の宮廷に仕えてからしか残っていない。1496年から1498年の記録に宮廷画家として名前が現れるのが最初で、その後、イサベル一世が死去する1504年まで城の宮廷画家の地位にあった。 デフランデスの作品は王族を描いた優れた肖像画がほとんどで、その多くは 21.3cmX16.7cm 程度の大きさのパネルに描かれた多翼祭壇画で、現在はサニーツしてマドリードの王室パネルへコレクションとなっている。デフランデスはイサベル一世の死後、1505年から1507年までサラマンカの教会の仕事を受け負った。 その後は、パレンシアを拠点に活動し、大聖堂のために大きな、背さわりなどの制作を行った。1519年11月には、デフランデスの妻が、未亡人になったことの記録が残っている。晩年には、宗教絵画を集中的に描き、スペイン以外で残っている絵画は、ほとんどが、この時期の作品となっている。パレンシアの教会のために描いた。 大きな祭壇画から散逸したパネル絵が、現在プラド美術館とワシントンナショナルギャラリーに4枚ずつ所蔵されている。この祭壇画の中央場面は、プラド美術館に収蔵されている十字架上のキリストであった。デフランデスの作品は、ヘントの初期フランドル派の作風と、スペイン絵画やスペイン風景画が融合したものになっており、 特に祭壇画のそれぞれのパネル絵でその傾向が強い。色彩感覚に優れ、使いづらい色を好んで使用し、そして空間表現、交彩表現は洗練されているが、晩年の空間表現手法はマニュエリスムに近いものになっている。ありがとうございます。